えー、はい、えー、お疲れ様です、今日も暑かったですね、大変な暑さでしたけれども、えー、それで、えー、とーこの間一応あの、一区切りつけたんですよ、セミリタイアということでね、えー、それで、えー、とー最後の、あのー、お元気ですかみたいな感じで、<laughs> 終わり心、あのー、より感謝を込めてみたいな感じで、いーじゃスイスエゴバに投稿しましてね。 これ珍しいですよ。あの、アップボート100%になってるって言い初めてじゃないかと大概はあの、あの、ダウンボートがつくんだけど、今回ばっかしは、あれなんですかね、最後なんで、<laughs> それあの全部アップボートでした。えーあ、あちゃこちゃなんかあのシェアもしていただいて、ありがとうございました。えー、と、いうわけでね、 あこれで一応なんかもう全部やり尽くしたしみたいなことであここにあの最後ねメディウムにえっ、ー、とエディターのことを紹介してえー、なんてねあのさ最後は「The Heart of Lisp w i ってんであの竹内先生の言葉の受け売りで終わってますけれども。 えー、そんなことで。で、もう終わって、もうギターでも弾いてのんびりと思ったんですけど、一つの終わったらちょっと、あれ、これちょっと面白いかもなんと思ってですけども、あのー、コメントいただいてね、ね一番最後のとこ。Is it possible to embed easier s in a C program similar to S7 scheme, MRuby or Lua for smaller l i s t being able to be used as an Extension language could provide a big boost in potential usability. ということで、埋め込み c に埋め込むリスプにはできないっていうふうな話で、 うーん。できるかもしれないし、案外こう API いろいろ考えるの楽しいかもなぁなんて思って、さっきあの、ジェチャット GPT-I ってに、やるとしたらどんな方法かなぁなんて言って、えー、たんですけどね、m r b なんかが参考になるかなぁなんて思って、松本さんのね、まあ最もっとも、いざスリプスを C に埋め込んでどんな用途があるのかな SBCL みたいに超ハイスピードっていうならば、えー、だけど、イザエスプって、もう遅くもないけど、そんなめっちゃ入ったわけでもないからね、ど,どんな用途に C からリスポを呼び出す、アイスリスポを呼び出して、どんな用途かななんて思ってるんですけど、まあ、題材としては面白いんで、あのちょっと頭の疲れが取れたら、 ちょっと考えてみようかな、ノートにこう、えー、と API の設計を書き出そうかなと思っているところです。まあとにかくあのー、私にとっての、ね、一大事業ですて、いざやリス i も2016年からだったかな、書き始めて、今2024年でしょう、8年ぐらいやってんだね、えー。というわけで、あのー、一応の,あの区切りをつ、えー、けましたもんですんで、えー、ちょっとあのんびりほっとしております。 ひょっとしたら、気が向いたら、エンベッドデッド、のイザやスリップ取りかかるかもしれません。はい、ということでした。お疲れ様です。